はい、こんばんは。今日は、1月の11日になります。イエーイ。イシキタイたちが、オーブたち、イーティ種族が光ってるの見えますか？セントラさん種族です。キャー。ホワイトゴールドで光ってくれています。きれいきれい。素晴らしいですね。ホワイトゴールドね。はい。こういうね、きれいなこのゴールドを、ホワイトゴールドにこう光ってくれるのってね、純粋さを示してるんですよね。私たちのハートを奥深くに、このきらめく、ものがあるんですよね。神と、つながるその素晴らしい宝物が私たちのハイハートのところにはちゃんと一人一人にそれがもたらされてるということなんですよね。それをこう示してくれているんですよね。それをそれを本当にね表していく時なんですよね。エゴのない状態、純粋さをね大切にして、本当に新しい世界で、まっさらな状態で、子供のような気持ちを持って、こう、望んでいくことがとても大切ですね。今までの旧世界っていうのは崩れていくものなので、そこの中のとらわれとかしきたりとかにこだわることなくですね、子供のような純粋さを持って、で、愛を持ってこう生きていく社会がこれから本当にうねりを上げていく、そういう時に入っています。だから壊れていくのは壊れていくっていう感じで、今ちょっと見せてもくれてもいますよね。だから旧世界のそれにしがみつくことなくね、新たなる世界にこう飛び出していく、チャレンジですよね。冒険心を持っていくこと、とても大切だと思いますね。はい。私もね、結構、ハワイに、留学していくには、ティーンエイジャーや20代で行ったわけではないので、結構社会経験を踏んでからこう飛び出していったんですよね。安定したところからね、飛び出ていくように、もうお尻を叩かれるようにして 出て行ったんですけど、やっぱりチャレンジして新しい世界に入っていて、いいですね。やっぱりね、同じところにずっといるっていう、それも一つの修行として、人生修行として必要なところはあったけれども、これからの世界っていうのは本当に自分の直感に従っていくことはとても大切で、それはね、このホワイトゴールド、今見せてくれているホワイトゴールドですよね。純粋であれば、あるこそ、そうあればこそ、その純粋を示す、その、ゴールドの宝物が、自分の内側に宿っていて、そこからね、来るね、直感が、導いてくれるんですよね。はい。それをこう、その声を聞いていくっていうのは本当にエゴのない状態であるし、頭を通さない。本当に私のスピリチュアルエネルギー、ハワイアンフラーですね。レムリアのエネルギーを下ろしていくんですけど、それで、やっていく時も本当に頭を使ってはいけないっていうことをよくやってきますよね。ハートだ、ハートだっていうのを言ってきますね。本当にそういうメッセージって変わることなくね、どうしてもね、頭、左脳的な部分で物事を考えてしまうこととか、私自身もそういうことあったりとかするんで、本当にね、でも、やっぱり純粋なるものっていうのは、その意図、こう、
なんて言うんですかね、頭を使って策略的にやっていこうとするとね、神を遠ざけてしまうんですよね。自分自身の神を遠ざけて、そこから離れてしまうので、そうではなく本当に子供のような純粋さで、ハートで感じたものをこう直感を通して受け取っていくっていうことをね、していく、そういう世界に移り変わっていくんですよね。善なるものをこう評価して押し出していくっていうね。今までだから本当に、正直者がバカを見るっていう、そんなような言葉を流通させていた、そんなことってあったと思うけど、これが純粋さを持った人たち、謙虚さとかね、素直さとかね、そういうジャッジのない状態の子供のような、その喜びを人に人にシェアしようとかっていうね、そういう素晴らしいハートを持った、そうだって、そうした、子供、私たちは子供なんですよね。それのハートをキラ、このようにして、ね、キラキラとこう輝かせていくことがとても大切で、それが一つのこう、なんていうんですかね、ユナイトした、統合されたものになっていく、そのキリストの意識ですね、愛の意識をこう統合させていって、みんなでこう団結して地球社会を良くしていくっていうことをね、につながっていく、そういう素晴らしい世界を作るための、今ね、そういう宇宙、こういうこちらにいらっしゃるET 種族たちが私たちをサポートしてくれる状態で、地球社会を変えていく変革の流れを作ってくれているんですよね。だからそれに本当にね、こう触発されたりして、あ、これをやりたいってポジティブに思えることとかっていうのを表明して、皆さんね、どうぞ思うだけじゃなくて行動にと、行動を伴ったアクション行動ともなく同じことを言ってるアクションの時なんですよ。だから思うだけじゃなくって、本当にそれをね、一人一人がそれを想像していくパズルの、ピースを持っているので、それをどうぞされていってくださいね。はい、だからこう十字クロスで今ちょっと見せてくれていますよね。去年も、ね、クリスマスそういうことが起きてたんですけど、今回ね、素晴らしい、綺麗、純粋なるものっていうのはとても素晴らしい美しさを持ってね、素晴らしい光を持っているんですよ。で、私、光というラヒラヒは光という意味があるんですね。はい、そうなんですよ。で、こちらのね、セントラさんもね、どこの星からの存在かって聞いた時にね、他のいろんな星の名前を言ったんですけど、セントラルサンって言った時に反応がすごい来たんですよ。はい。